荒れた天気となった北海道。苫前町では吹雪の中、除雪作業を行う人の姿が見られました。毎年のことですからね。ね、ただこれ以上降られるとね、ちょっと。朱鞠内の町は白く覆われていて、道路脇はすでに私の腰の高さまで雪が積もっています。雪が降り続き、道内各地で今シーズン一番の積雪となりました。空気が乾燥し、暖房器具を使う季節ということで、愛媛県松山市では、みんなで天気みほろーじ、園児たちがハッピー姿で拍子木を持ち、豪華パレードを行いました。大きな声で火の用心を呼びかける可愛らしい姿に、地元の人は、年末が来て火の用心しないといけないな思いますね。日本時間の今日、パラグアイで発表されたユネスコの無形文化遺産。セアドプタ、日本酒や焼酎、みりんなどを作る技術、伝統的酒造りが登録されることが決まりました。高知県にある司ボタン酒造では、今朝日本酒の仕込み作業が行われていました。伝統的酒造りは、麹を使って発酵させる手作業の技術。始まりは500年以上前、室町時代とされていて、当時や蔵人らによって受け継がれてきたものです。それは素直に嬉しいですね。日本の伝統文化としてのお酒造りの技術というものが、世界にもう少し理解されやすくなっていく。熊本県では決定を前に、時刻は午前3時を回りました。関係者の中にはすでにお酒を手にされる方もいて、笑顔も見られます。すでに酒盛りを始めていたのは、熊本市の蔵元関係者たち。乾杯。乾杯。おめでとうございます。決定を受け、何度も乾杯が行われました。我々のこう生活にとって欠かせないお酒というものの、こう根本をなす酒造りのこう技術がこう評価されたということで、今まで以上に誇りを持ってですね、製造に携わっていきたいというふうに思っております。未来に残すべき大切な文化の証ともいえる無形文化遺産の登録。そこで町の皆さんにも聞いてみました。未来までずっと残ってほしいものは、生花も随分いろいろ改良されてきてるからね、四角い生花ができたりね、いろいろ改良されてるけど、昔の自然の丸いやつ残してほしいわね。丸いスイカを未来へ。さらに今から向かう場所も残してほしいものの一つ。これからどこ行かれるって。カラオケ、ママがいてね、順番に好きな歌を出すと、それを歌えるようにしてくださるの。ちゃんと高いちょっとした舞台があってね、そこで歌うの。小林幸子とか宮古博美とか、そういういろんな昔の演歌の人たちの歌しか歌えないから、ちょっと一段上がったステージとかで歌いながら、 そうそう、それが楽しいの。スターになった気持ちで。おじいちゃんとかおばあちゃんが住んでる家がなくなってほしくない。木のぬくもりとかそういうのを感じるので、すごいあったかい気持ちにはなります。やっぱこういうちょっと昔ながらの商店街とかですかね。それなんでですか。やっぱなんか思い出みたいな、地元の人の思い出みたいなのをなくしたくないな。東京大田区にある蒲田西口商店街、こうした場所が残ってほしいとのこと。紙プリントの写真は残っててほしいなって思いますね。
か電子だとやっぱそこまで見返さないし、なんか日付をなんだろうピンポイントで遡るというかこれくらいってかっていっちゃうので、紙というかアルバムの方がめくってなんか余計なものも一緒に見せる時間かかるんですけど、それがまあ楽しいかなっていう感じ。毎月1回我が子の写真をプリントしアルバムを作っているそう。残ってほしいものは他にも。電子書籍も読むんですけど、小説とかを本で読みたい派なんで、そういう紙媒体を残しててほしいなって感じですね。辞書が好きで、そう、あの紙の辞書が昔から好きで、あの薄いあの紙、匂いが好きなんですけど、辞書とか、まあ、手垢ついたりとか、あの同じページ開いてるあの型とかもそうなんですけど、そういうのが残ってるものが好き。ちょっと変ですね。未来に残したいもの、会話ですか。なんかやっぱり最近リモートが多いので結局人と話す機会も大事だよなってたまに思うことがあって、これからも対面で話す機会は残せればいいなと思ってます。喋ってないけどなんか空気感を分かち合えた時が一緒にいないとできないことだなと思います。小学3年生が残したいものは優しさ。優しさが残っていけばどういう未来になると思う？素敵な。そういう未来になってほしい、うん、そんな我が子の答えにびっくりしました。そう答えられるんだと思ってちょっと嬉しかった。勉強とかよりも人に向き合うっていうことをよくお話ししますかね。人の気持ちに寄り添うねっていう話はしてますかね。ママ優しい。優しい。パパはお茶こぼしても結構怒るけど、ママはお茶こぼしてもそんなに怒らない。ママの優しさは世代を超えて受け継がれていくと思います。